こんにちは、ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は TX850 を使って第2回目の宝探しになります。どんなお宝が出たんでしょうか。それではご覧ください。マグネジ。鉄です。はい、おはようございます。缶の蓋。大体ね、鉄の釘とかがね、すごい多い。99% そうですね。あと、プルタブとか、あと、缶もね、結構埋まってますよ。ここでもうね、20キロぐらいやりました、これで。たまに10円とか出ますけどね。100個に1個ぐらい10円とかで。釘、鉄釘。釘。1円。貼り外し。50円か5円ゲット。やっぱり数字が高いやつはコインだな。まだあるか。
って言ったかな。昔のお守りかな、ゲット。釘。10円ゲット。1円。鉄の缶。5円か50円ゲット、フルタブゲット。ペグボゲット。缶の蓋、フルタブ。
はい、栗山海岸から帰ってきました。ではお宝見ていきましょう。最後に、電源が切れちゃって撮影が終わっちゃったんですが、網も壊れちゃったんでもうその場でね帰ってきました。最後に撮れたのはあれが1円です。5円玉か50円か分かんないのでちょっと削ってみます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の成果は10円が1枚、5円が2枚、1円が3枚、あと割れたお守りが1枚でした。今日探索した場所は前の探知機で一度サーチした場所です。本当今日はね TX850 買ってよかったなーってね思いました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。